稲葉です。あるね、実験企画っていうのをやろうとしてます。投入口の中にお皿を1000枚一気に流したらどうなるんかっていうのをね、検証しようとしてます。お皿これ枚数どう考えてもこれ1000っていう表示出ないよね、これおそらく。ということでね、やっとお皿1000枚準備することができました。どうぞ。じゃーん。今から投入口の中に、まあ、1枚ずつ、ね、入れていって、まあ、1000枚入れ切った時にどうなるかっていうか、そのハプニングが起きるんじゃないかなっていうのはもう感じてますので、早速ねトライしていきたいなと思います。記念すべき1枚目を投入したいと思います。投入はい、今100枚。そうやね、100枚。あは、これ過去編じゃないの。お、また当たった。めちゃくちゃ当たってるな、なんか。178枚目、稲葉で何か起きるのか、いきます。178、どうや。あれ、稲葉さんが消えた。あれ、稲葉さん。はいはい。あれ、いた。何これ何これ何これ、なんか始まりました。俺は稲葉45歳、ラップでくら寿司を語るやん。20代の頃からだいたい毎日行く店がそうくら寿司でよ。あの時感じたあの衝撃、まさにうまさの虜だよ。チェキチェキ、 Thank you very much、 やむやむ。
もしかして詰まってる。え、大変なことになってるんですけど、やばい、申し訳ございません。ちょっとあ